塩谷市の居城。正治県任年間の頃築城。文六四年二月八日廃城。塩谷城、塩谷古城、下牛城などとも呼ばれる。八板市指定史跡。川崎城は、正治県任年間に、塩谷友成により築城され、以後塩谷市の居城となる。富士聖塩谷市とは、友成から流綱までの塩谷市のことであるが、 この時代の川崎城に関する自責は少ない。おそらく、信仰されることもなく、塩谷氏の城として安泰であったためと思われる。川崎塩や法規手術録には、文案3年8月3日に、宇都宮持綱が、川崎城を攻めた記録があるが、これは、塩谷乗綱が、川崎城下の甲下が原で宇都宮持綱を、 殺害した事件を正当化するために残された記録であると考える説があり、きつれ川番館など他の資料と照らし合わせてみても事実ではないとする。当地には宇都宮も地図の墓とされる上乱刀があるが、焼いた市が設置した史跡案内版もこの記録については採用しない記述をしている。住居塩谷市とは、 塩谷高がから技巧までの塩谷氏のことである。この時代、那須人の対立が激化していたこともあって、川崎城が戦場となることがたびたびあった。このように、川崎城は、たびたび戦場となっていたが、同族による内紛の時を除いて、外敵からの侵略により落城することは一度も、なかった。a 6七年十月七日の時は、城の門番であった。 木村泉が高信に内通していたため、あっさりと城への侵入を許して落城したが、A69 年に、義行がこれを取り返すべく、川崎城を包囲したが、那須、佐竹、宇都宮からの援軍があったにもかかわらず、攻め落とすのに100日余りを要した。この100日は、正確な数字ではなく、それだけ長い期間を要したことを示す、比喩的表現だが、 川崎城がいかに南高の城であったかがわかる。技巧の時の文禄4年2月8日、秀吉に海域を言い渡され、川崎城は、廃城となる。川崎城は、南北約1キロメートル、東西約200メートルの南北に長い城で、主角周辺は、下流城と呼ばれる構造になっている。主格はその南端にあり、時代を経て北へと城郭が拡大し、 四角の北側に水の手ぐるは、さらに北に新城と呼ばれる独立した城郭構造があり、一条別格を成している。その新城の北側の尾根続きの山は、的場山と呼ばれ、射的状になっていたと考えられ、ここも川崎城の上域であったと考えられている。四角より南方の尾根続きには、尾根城に掘り切りが存在し、さらに南。 四角より南方約500メートルのところには、堀江山城が存在するが、これを川崎城の一部として、城の規模を南北1.5キロメートルとする見方もある。ただし、堀江山城と川崎城ではその成り立ちの歴史が違う。上に、堀江山城の城代が別に任命されていた史実を考慮すると、別の城として分けて捉えるのが自然である。また、 堀江山城より、さらに南東500メートルほどのところに、滝原台というところがあり、ここにも、城郭遺構が残るが、ここも川崎城の一部であったと見てよい。さらに、川崎城より、東約1キロメートルのところに、塩谷市の氏神として信仰された小畑神社があるが、この背後の球場には、前方公園墳上の遺構がある。これを古墳とする見方もあるが、 栃木県の中世城郭などを執筆した藤本正幸によれば、デマルとして利用された可能性があり、ここも川崎城の一部であるとする見解が存在する。また、川崎城の北には、お根続きの場所に、高架城があり、これも川崎城の一部として機能していたものとする、見解も存在する。以上のように、川崎城の規模については、様々な見解がある。 川崎城の廃城について、天正18年の豊臣秀吉による小田原征伐の際に、時の城主塩谷岐綱がこれに直接参陣しなかったため、あるいは参陣した家臣の岡本正近が主君義綱の無本を訴えたため、塩谷氏が解役となり廃城となったとする説明が多く見られるが、これは、ナスキなどにある記述をそのまま採用した見解である。 義公は、天正17年6月29日に上落して、豊臣氏に対して、強順の意を表しており、小田原政伐に当人が参陣しなかったのは史実で、あるが、正近をなしろとして兵はを派遣している。したがって、廃城の時期は、塩谷氏の経図の上で、塩谷氏が海役となった、永禄四年2月8日であると考えられる。 死死定文化財焼いた試行式 HP 焼いたの伝説後編。ありがとうございます。